口シ,シアッツ駅は、香港急流油潜座館、口シアッツにある、港鉄、湾線の駅の一つ。切符と発達通りの利用者を合わせて、毎日約50万人の乗客が利用する。当初は、三、筒見線の駅として1979年に開業した。トンバ線の戸りあずま駅は、この駅に接続している。現在は、トンバ線との間の乗り換え駅として使用されている。 トンバ線に乗り換える乗客は、コンコースにエスカレーターで上がる必要があり、一旦 MTR から出口い、または G を通して出なければならない。トガリ・アズマ駅に行くためには、それぞれ中間道、またはマジ道沿いの地下道を歩く。また、普通乗車券で利用している旅客は、シムシヤアッツ駅からトガリ・アズマ駅、または、その逆の乗り換えについては利用できない。 発達通り利用者については、片方の駅を出場後、45分以内の改札通過であれば運賃は、投資で計算される仕組みとなっている。これは、両駅の連絡通路を改札内でつなぐことができない状態による措置である。駅内の美信西持ちチ,チムシア駅は、真路道と中間道の地下道を通して、戸狩東駅と結ばれる。 両駅の出口を合わせると、その数は中間駅よりも多くなる。接続交通一覧急流、深海のバストンネルバス、大所山、気象バス急流戦線ミニバス。ありがとうございます。